久々のもちもステーション2人なので嬉しい嬉しい、かわいいやっちゃな。ほらこれ見てください、頭蓋骨ですねこれ完全に。これいっぱい人がこっち向いてる、はい、それぞれに顔があるんですよ。ストチャンネル、どうも、おしょうせいしょのしょうすけです。はいです、お願いします。心霊系 YouTube 史上最も長い距離を歩いていると言われているチャンネルゴーストチャンネルをご覧いただきありがとうございます。私カメラと声を担当しておりますあごひげメガネ D です、よろしくお願いいたします。お願いします。来ましたね、はい、ということでやってまいりました。はいはい、ここは、はい、関西某所の廃線敷というところなんですけども廃線敷っていうのはそもそも、線路の跡地のことですね。もともと線路やった道なんですけど、ちょっと場所は伏せておきます。というのはね、なんかお昼の間はすごいいい観光地らしくて、あまりそこにご迷惑をおかけしたくないということでね。はい。はい。なんでちょっと場所は伏せさせていただきます。はい。はい。なんかトンネルが何か所かありまして、一応そこが、まあ、心霊スポットと言われてるんですけども、そんなに有名な心霊スポットではございません。なのでね、むしろ我々がその心霊要素を見つけるような感覚で今日は行きたいと思います。なるほど、恐怖のナイトウォーキングツアーという、そういった形でやってまいりたいと思います、はい、距離がねすごいあるんですよ今回。そもそもこの廃線跡っていうのが、はい、長らく閉鎖されてまして、はい、そう歩いてはいけない場所になってまして、最近ねあのハイキングコースとして整備されたらしいん で、 なんで今は全然通れるんですけどね。なんで有名なわけではないので、その心霊現象も同じく有名じゃないだけで、もしかしたらそういう現象が起こってたのかもしれません、はいはいはい、なんでそれをね私たちが見つけて、はい、なんかそういう現象をカメラに収めることができたらなと、そう考えております。なるほど、はい、僕らがじゃあ先駆者となって、そうですね、ここ開拓、心霊を開拓していくということですね。そういうことです。わかりました、はい、今日も頑張ってゴーストハンターしに行きましょうか久々の2人もしもステーション2人なので嬉しい、気合十分、嬉しい嬉しい、かわいいやっちゃな、もうちょっと頑張って、はい、2人のパワーを、もしもステーションの本来あるべきこの2人のパワーをここで発揮したいなと思います。はい、そうですね、お互いの一人会が続きましたもんね。そうですね、どうでした、お互いの一人会を見てみて。すごかった、 LINE 読もうか、はい、LINE 読もうか、あの読むな読むな LINE 読もうか、読むな、メッセージが来たんですか、なんかすごいいっぱい来た、すごい来たもん、あ見たよと、なんかそういう、いやもう行く前からね、なるほど、力を入れんと言って頑張れよみたいな、励まし合うという、いやなんかむつまじいですね、素晴らしい、あなたたちが僕らの中を裂こうと、も我々は絆は固く結ばれてますから、咲こうとはしてませんねそれは全然出していってください、じゃあもう、はい、むしろ応援してますんで、それは、はい、というわけでじゃあ、はい、こんな感じで今日は久しぶりのもしステ2人会、はい、まあ、本来の形ということで今日もやってまいりましょう、はい、くれぐれも皆さん、あの場所どこか分かってもコメントしないでくださいね、場所だけは。あ、そうですね、あの書いあんま書かないようにお願いします、はいはい、なんとなくピンとくると思いますけど、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、では行きましょう、ゴー。線路の枕木名残がしっかり残ってますね、はい、鉄のレール自体はないんですけども枕木だけが残ってるということで、ね、はい、これがずっと延々続いてまして、うん、まあまあの長いハイキングコースになっております。なんか僕はあのこの廃線敷っていうところを、はい、あ初めて歩いたし見たんですけど、はい、なかなかこう線路の名残があって、はい、うん、雰囲気としてはいいですね。そうですね、このハイキングコースとしてのね、はい、昼のね、まさにね、お二人がスタンドバイミーのように、お、あの少年たちの有名な映画、はい、ベベベン、あの線路沿いを歩いていく感じに今日は映していこうと思いますので、そんな絵にはならんぞ後ろをご覧ください、そして懐中電灯を照らしてください。早速見えますでしょうか、こちらにトンネルが、1個目のトンネルが見えてまいりました、はい、心霊スポットとしてはここそんなに有名じゃないんですけども、見えてましたねさっきね、はい、ハイキングコースになる前
はい、閉鎖されてて本当は入っちゃダメなんですけど、うん、ハイキングする人が多かったみたいなんですよね。ただ整備されてなくて、うん、例えば足滑らしたりとか、うん、トンネル内の崩落とかがあったりして、はいはいはい、結構事故に遭う方が多くて、うん、まあ、それでシャーなしで、整備されるようになったらしいんですね、うん、おかげで、まあ、今通れるんですけども、はい、その整備されてない間に亡くなられた方が結構いてるみたいで、まあ、体験談としてネットにありましたのは、はい、トンネル内でその人とすれ違うことがある。で挨拶しても無視されてしまって、はい、あれおかしいなって言ってたら、俺は5人見たと。で1人は子供おったよなみたいな、はい、いや俺4人しか見てないよみたいな、そういうことがあったらしくて、すれ違ったんですね、すれ違った、はい、あれ家族連れやんなって言って、いやいや家族ちゃうやろ、男女のカップルやろとか、うん、マジ、はい、っていうことがあったらしいんですよ。葉っぱが落ちてきたようですね、これは。はい、まあ、今日も Y氏の感度は敏感になっております。はい、まあ、そういう曰くが一応ありまして、はいはい、なんで今からこうトンネル抜けるんですけども、もしかしたらね、誰かとすれ違うかもしれません。はい、一応、まあ、すれ違ったらマナーなんで、はい、こんばんはですかね、今やったら。はい、まあ、やって、まあ、一応しましょう、それは。すれ違ったら。マナーやめて、はい、なんでちょっと驚く、まあ、もしかしたら人間の可能性ありますから、はい、なんで一応それはで、もしかしたらそれが返ってこなかったら幽霊の可能性はありますので、たまらんな、おい。というわけで、あ、早速じゃあ行ってまいりましょうか。夜の何でした、はい、恐怖のナイトウォーキングツアーです。言い方腹立つ。行きましょうか、はい、早速行きましょう。もうあの第一関門が出てるから、はい、もう行かすといいよ。今んとこどう、そのなんか感じ的に恐怖度合いというか、その体調面とかさ。体調面、いや全然普通、今んとこ今に関しては平和に行くと思う。皆さん今のところはお元気なそうなんで、楽しみにしておいてくださいね、これから。これ橋って何、え、8番目のトンネルってこと。もともと書いてあった番号ですかね、今だんだん数減っていくんだね。そうなのかもしれませんね。はい、早速トンネルです。はい、真っ暗です。あ、ここあれですね、まだあの何でしたこの石、真っ暗に、あ、砂利、あの、はい、電車の石が、はいはいはい、残ってますね。そうですね、玉砂利みたいな。あ、熊よけめっちゃ長いで。ああ、そうそう、それも有名なんですよね。え、長いで。そうです、トンネル結構長いのが何個かあるみたいなんで。地獄やって。なんでここね、お昼来る人も絶対に懐中電灯忘れないでくださいって書いてましたね。へえ、はい、昼間でもじゃあ光の届かない。そうです。ああ、そんなだいぶ暗いのあるんですね。じゃあ1つ目のトンネル早速、はい、でなんか当時のその蒸気機関の名残みたいなんで、はい、すすけてるらしいんで、はい、そういうのも見つけれたら。はい、はい、そうですね、はい、では行きましょう。行きましょうか。本当、思ってるほんまに歩きにくい感じ、はい、あ、でもこんなんだろ、ほんま、すすって言われたら。なんかここ、あ、黒い感じになってます。あ、確かに。上が、はいはい、上の真ん中ら辺だけ結構。へえ、でも。ここら辺だけなんかやたら黒いんですよ、はあ、意外と、うん、そういう模様に何かそういう現象が現れてる可能性もありますからね。顔を映ってるというか、はい、それに月を思ったら多分3日ぐらいかかる。2日以上かかる。あ、でも出口は見えてきましたね。そうですね、1個目のトンネルはでは短かったということですかね。意外と多いですね、はい、これがちょっと電車のトンネルっぽいですね。このか隠れるところがあるある、これね、電車っぽいというか。でも、ね、結構恐怖やで、めっちゃ浅いよ。1人分やったら、うん、もうギリ無理や、うん、ギリ出てるやこう。でもなんかあの時代感で言うと、はい、まさに僕ら以前に行った友ヶ島とか砲台跡地のあのレンガの感じになんか近い時代感を感じますね、うん、だからちょうどあの頃で多分蒸気機関だったんでしょうね、他の、うん、
基本的に動力が、はい、そうですね、上司になんでしょうね、おそらく明治ぐらいって感じでしょうかね、はい、文明開化した時に、まあ、コンクリートで固めて、まあ、ここだから補強されたんでしょうな、まあ、補強されたってことは、まあ、先ほども言いましたが、もしかしたらここで何かしらの事故が起こってたのかもしれませんね。あ、崩落したとか、はあ、でそして誰かが犠牲になったからそうなったのかもしれません、はいはい、1個目のトンネルを過ぎました。こんな感じでね、何か所かトンネルあるんで、はい、で結構そこで一応目撃情報があるということなんで、はい、まあ、全行程ではないんですけど、このハイキングコースちょっと時間の都合がありますんで、はいはい、トンネルを重点的に回ってちょっと心霊検証できるところあればやっていこうかなと考えております。はい、というわけで、では進んでいきましょう。はい、でもなんかそっちからこっちの方からなんかパキパキ言ったりとか、そうですね、何か動物なのか何かがいつもの雰囲気はありますけどね。そうですね、第1個目ですね、トンネルが、あ、やっぱ7ってなってる。ほんまや、7やあ、なんかめっちゃ長そうですね。長そう長そう、先が全く見えません。わかりますでしょうか。あ、もうちょっと真ん中照らして、うん、なんかちょっと嫌な感じしてきます、はい、まあ、我々の順番でいくと2番目のトンネル、はい、進んでまいりましょう。はい、ここでもしかしたらすれ違って、そうですね、ハイキングの方とすれ違うかもしれない、ハイキングハイカーの例とすれ違うかもしれません。では、その心づもりでまいりましょう、はい、ちょっとやっぱりでも、ね、挨拶とちょっと世間話してみましょうかね。そうですね、ちょっとこうお話を世間話をしながら、はい、さっき帰んで帰れるやつ帰りましょう。無理、じゃあ一緒におり、はい、まーすうるさいな、もうあ、でも響き全然違うな、ここは。まっすぐやったらよく行くな。なぁ、へぇ、すげぇな。ここでもなんかちょっと目が出演されてますね。そうですね、おそらく上側はレンガが危ないから固められたんじゃないかという跡でしょうかね。はいはいはい、ってことは崩落があって何かしらの事故が起こっている可能性が非常に高いというか、ここでなんか亡くなってはるか、はい、今もそのハイキングので亡くなった方は今もこのハイキングコースをずっと歩いていらっしゃるのかもしれませんから、まあ、ちょっとじゃあお話を伺って、はい、やっぱりさっき残留心理というか、そうですね、そういうものはここに住み着くというか、はい、あれなのかもしれないですね。飛んでくる。こっちからちょっとあるんですね。今レンガに戻ってるから。こっからもう、え、前でこれ進んないんだな、これ。そうですね。なあ、めっちゃ進むやな。めっちゃ進むやな。黒毛ですね。めっちゃ進む。体の痒みになるのと、確かに小林、はい、うん、がか体が痒くなると、まあ、その近くに霊がいてるという、そういう風に言われております。言われております、勝手に言ってます、まあ、そういう能力があるんじゃないかと。すごい、でも声とか全く響いてる。ああ、確かに、うん、なんか急に響くのやったら、レンガってそういうの吸収するんですよね。吸収するんだね。凹凸がやっぱあるから。この位置もだってある。どうした、どうした、ほらほら、ごめん、水やわ、水やわ、ごめん。本当に水ですか。え、なんか後ろから音変かったね、今ね、はい、みたいな小声で喋ったみたいな、はい、みたいな。でも普通に今社長だと思って振り返っちゃった。小声で喋った人みたいな、はい、聞こえましたよね今。僕聞こえました、はい、俺よく川にいてる、ギャーギャーっていう鳥かなと思う。ちょっと分かるんですけど、謎のっぽい。やっぱトンネルは何かありますね。そうですね、こっちの方が、うん、ちょっと近づいてきたような気がしますね。何か何かっていうか、現象の予感というか、
あここやばいな。水が滴っております。滴ってる。びちょびちょ、めっちゃ濡れてる。透明でこの辺が黒く見えてたのは水が、そうですね、ちょっとした水が溜まってるようですね。うどうしました。え、今のコウモリ、やはり何も見えてるかな。あ、なんか飛んでた。うん、え、そう、こっちから奥に行くよ。ゴーンって、うん、こっちからゴーンって見えなかった。結構冷たい。冷たい。ちょっと進めましょう。進めましょう。上からご飯。気温が一瞬下がったような感覚がありましたね。まあ、霊は霊気を帯びてると言われてますんでね。出口が見えてきました。というわけで意外にここは短かったのかもしれません。まあ、情報では次のトンネルの方が長いんじゃないかということで、まあまあ順番に行きましょうか。はい、恐怖のナイトウォーキングツアーです。はい、で岩がガラガラしてるんでやっぱ、あ、落石注意の看板ってことはやっぱ崩落現場なのでしょうか。ここは、まあ、そういう事故もあったというふうに聞いております。やっぱりというわけで、はい、2番目のトンネル通過いたしまして、はい、では続いて進んでいきましょう。はい、はい、どんどんねハイキングしていって、はい、ちなみに全行程、まあ、今回どこまで行くかわからないですけど全行程行くと2時間かかると言われております。はい、まあ、どこまで行くかわからないですけど今日は頼む、はい、頼む、すいません、あ、了解です。めちゃくちゃ大御所上がるな、はい、大御所今まで言わない、大御所感動すぎやな。ミナまでは言い出しても大御所しかないよ。まあ、広場みたいな公園がありまして某丸々公園みたいな感じなんですけど、まあ、その公園内でちょっと休憩しようかって入ったんですけれども、まあ、その公園内のベンチの脇になんか不穏なというか不気味なものが置かれておりまして、これですね。これは何やと思いますこれ。これあれですよ、はい、はい、骨ですね。動物の、動物の骨、動物の、ほらこれ見てください。ほら、まあ、だいぶ多分、うん、頭蓋骨ですね、これ完全に。死後2年は経ってますね。没後2年が経ってます。何で分かるんですかね。なんかそういう勉強もしてない。穴が開いてるかな、なんかそういう加工を誰かがして持ってきたんかな。いやいや、これはだとしたら何かの呪いに使ったんちゃうかみたいな。お、黒魔術的なね、はいはいはい、骨をね、はい、なるほどなるほど、そういうことなんでしょうかね。まあ可能性もなきにしもあらずですか、はい、ここで死んで誰かがここに置いた、そしたらなんかもうこの辺えらいことになったと思うけど、ぐっちゃぐちゃ、ぐっちゃぐちゃになって、確かにちょっとわからないですけど、まあちょっと不気味なものを見つけました。何かの暗示かもしれません。あら、はい、あらららら、これ以上先に進むなと誰かが言ってるのかもしれません。あら、まずなんかちょっと不穏な空気になってきました。引き続き恐怖のナイトウォーキングツアーやってまいりましょう。なんかね、どことなんか甘い香りが、はい、うん、まあ、あのべっこう飴みたいな、はい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 、あれぐらいのなんかほんまにめちゃめちゃ甘い匂い、はいはいはい、綿菓子のほんまにそれぐらいの、はい、樹液とかなんかね、なんかこうなんだろうな、ほんまに甘い、自然であんまり感じたことない匂いですね、はい、甘い匂いが確かにちょっと嫌な感じ、うん、甘い匂いが変な感じしますけど、はい、確かにする、めっちゃする、ほんまにめっちゃ甘い。なんか別に誰かがお菓子今食べてるわけじゃないですもんね。なんか飴舐めてるとか、舐めてない舐めてない、はい、
いやなんかその自然で匂いじゃない、うん、よく気持ち悪いだから、うん、険しなってるし枕木がボロボロになってきてて、うん、こういうさハイキングの時に食べてそうなお菓子の匂いじゃない、それこそ、あ誰かが持ってきてみんな食べるみたいな、あ出てきそうな飴とかさ、はいはい、ガムとか分からんけど、いやなんかちょっと不自然な、はい、これってなんか匂いってねやっぱりそういうね、うん、まあ、その例の例えば幽霊だったとしたら、まあ、その人が生前つけてた香水の匂いとかってあるじゃないですか、そういうことでこういうお昼に来てみんなでハイキングしてる時にお菓子とか食べてて、うん、落石注意とか書いてたところですね、はい、亡くなったハイカーの方の匂いが今してるのかもしれません、うん、これいっぱい人がこっち向いてる、はい、はい、それぞれに顔があるんですよ、往復しますんで、はい、1回目はとりあえず歩いてみようということで、まあ、気になった箇所を帰り道で検証していこう、段取りでいこうかなと考えております。この場所の概要をちょっと今から、はい、ご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、グッドボタン、あとよかったらコメントもよろしくお願いします。いやほんま頑張ってるからマジで、あのチャンネル登録とかお願いしますね。お願いします。